休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に9番柴田正幸議員。長、9番議長の許可を得ましたので通告に従い、一般質問を始めさせていただきます。まずはじめに公共スポーツ施設の利用料金について、一部の方より三津運動場のテニスコートと中川原テニスコートの料金が違うのはなぜかと質問を受けました。そこで関係条例と規則を調べてみたところ、辰野市体育施設条例に三津運動場テニスコートが、辰野市運動公園条例に中川原テニスコートと新宮リバーパークのテニスコートの利用料金がそれぞれ記載されていました。その他の屋内施設やグラウンド等は大きな料金格差はないが、テニスコートはかなりの差が認められました。そこで以下のことを伺います。1、スポーツ施設の利用料金を2つの条例に分けているのはなぜか。2、テニスコートの一般利用者の利用料金違いがあるのはなぜか。大きな2つ目、辰野の畜産業について、11月13日に辰野市において高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。12月7日には農林水産省鳥インフルエンザ豚熱アフリカ豚熱合同貿易対策本部が開催され、大臣のメッセージが発表されました。12月15日には青森県三沢市において国内35例目の鳥インフルエンザの発生が確認され、過去最大規模の約137万羽の殺処分がただいま行われております。農林水産大臣公表の特定家畜伝染病防疫指針によりますと、第2章発生予防対策において市、町、村および関係団体の取り組みとして、家禽の所有者が行う発生予防およびまん延防止の取り組みに対する支援を行うとあります。そこで以下のことを伺います。1、これまでの発生予防およびまん延防止の取り組みに対する支援として、どのような支援を行われてきたのか伺います。2、家畜伝染病は今後も起きる可能性はあると思うのですが、これからはどのような取り組みや支援が必要だと考えるのか伺います。以上です。市長。9番柴田正幸議員のご質問のうち、2件目のご質問の辰野市の畜産業について、1番目のご質問と2番目のご質問は関連がございますので、一括してお答えいたします。議員ご承知のとおり、去る11月13日に市内養鶏場において高病原性鳥インフルエンザ感染が確認されました。本市におきましては、同日辰野市特定家畜伝染病対策本部を設置し、県等関係機関と連携を取りながらまん延防止に取り組みました。その主な経過といたしましては、鳥インフルエンザ発生後15日に殺処分を完了し、焼却処分につきましては焼却施設2か所において23日に完了いたしました。また26日搬出制限区域の廃止、12月7日移動制限区域の廃止を受け、消毒ポイントが撤去されました。これによりすべての防疫措置が完了したため、
本市対策本部を解散したところでございます。議員ご指摘のとおり、特定家畜伝染病防疫指針において国県市それぞれの役割が示されており、発生予防対策として国は農場へのウイルスの侵入防止のための具体的な注意点及び発生時に想定される防疫措置について、県や課金所有者関係団体に情報提供を行い、県は課金の所有者の防疫に対する知識を高めるとともに、100杯以上の課金所有者を対象に定期的に農場の立ち入り検査等を実施し、指導を行っています。また市は平常時から市ホームページ等により、高病原性鳥インフルエンザに関する情報として、死亡または衰弱した野鳥を発見した際の対処方法や鶏肉鶏卵の安全性を啓発するとともに、課金所有者との情報共有や必要に応じて消毒用の消石灰の配布等の支援を行っています。次に、まん延防止対策としての役割において、県は異常課金発見の報告を受けたときは検査の実施と判断を行い、陽性の場合は発生の農場における殺処分や消毒などの防疫措置を実施します。併せて移動制限区域及び搬出制限区域の設定、消毒ポイントの設置を行い、市は辰野市特定家畜伝染病対策本部を設置し、県等からの協力要請に対応します。具体的な消毒ポイント設置にかかる市職員の配置や物品の貸し出し調整、焼却処理施設の調整、水道水の利用調整、関係自治会への周知、市民からの問い合わせ対応等を行います。また市ホームページにより防疫対策の進捗状況の情報発信を行うとともに、発生予防対策時と同様に死亡野鳥等を発見した時の対処や安全性の啓発を行うとともに、課金所有者に消石灰の追加配布等の支援を行います。今後におきましても、市内において高病原性鳥インフルエンザが発生する可能性が十分考えられることから、引き続き県等関係機関と連携を取りながら課金所有者への情報提供と支援を行い、発生予防に努めまいりたいと存じますので、何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。なお、1点目のご質問につきましては、教育事業部長が答弁をさせていただきます。小松教育事業部長。引き続きまして、1点目のご質問の公共スポーツ施設の利用料金についてのうち、1番目のご質問のスポーツ施設の利用料金を2つの条例に分けているのはなぜかと、2番目のご質問のテニスコートの一般利用者の利用料金 に違いがあるのはなぜかについては関連がございますので、一括してお答えさせていただきます。市内全域にさまざまなスポーツ施設を設置しておりますが、これらのスポーツ施設につきましては都市公園内を除き体育施設条例で定めています。一方、都市公園内にあり市民がレクリエーションや運動することができる施設については運動公園条例で定めています。以上のことから、三つ運動場横にある三つテニスコートにつきましては体育施設条例で、都市公園内にある中川原及びシングルリバーパークのテニスコートにつきましては運動公園条例で定めているものでございます。また体育施設と位置づけているテニスコートについては管理しながら運営しているため使用料が発生しています。運動公園については誰もが自由に利用できる施設であるため基本的には無料としておりますが、整備や運営に費用が発生するスポーツ施設については、ここに使用料金を設定しているものでございます。なお、この使用料はそれぞれのテニスコートが有しているコートの種類、面数、照明の有無を勘案しながら設定していますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
柴田正幸議員。説明ありがとうございます。まず 1点目の公共スポーツ施設の利用料金についてですが、条例のことも話していただいてありがとうございます。ホームページで体育館の施設を検索すると3つの、体育館はそのまま、屋外施設として表示されていますし、辰野体育館においてもこれ屋外施設として表示されているんですけれども、これは体育館が管理している運動公園の屋外施設という理解でよろしいんでしょうか。教育事業部長。いや管理につきましてはそうスポーツ振興課の方で、はい、管理しております。柴田正幸議員。先ほど、そうですね、これ調べていく上でその減免とかの話もあったんですけれども、減免をすることによって例えば地域のスポーツ振興ですね、あれが盛んになって幼少期よりスポーツに親しむことが多くなって、その結果中学校の部活などで活躍してそちらの方向に進学する子どもたちもたくさんいらっしゃいます。こういった取り組みは子どもの進路の選択肢が増えるということで大変いいことだと思うので、こういったことはぜひ継続してできれば拡大も考えてやっていっていただきたいと思うんですが、そのあたりはどうお考えでしょうか。教育事業部長。おっしゃる通りですね、やっぱり幼少期から利用をたくさんしていくと、技術も上がりまして、それに伴って進路の方も選択肢が増えてくるのはその通りだと思います。ただですね、やっぱり料金の話もありましたけども、今回 のテニスコートの関係につきまして、今最初の答弁でもお話しさせていただきましたけども、施設の、種類とか面数とか、照明の関係とかそういうのがございますので、その辺を含めて使用料金を設定させていただいておるところでございます。議員さんおっしゃるように利用者の目的については同じなので、その辺の見直し等も必要じゃないかということだと思うんですけども、今言いましたように設備の違いがある中で、本当にその料金統一とか、その辺が必要なのかというところも検討しながら、さらに料金の関係も検討していきたいなと思っています。はい、教育長。ちょっと補足して、説明をさせていただきます。その利用料金ものことについてもですが、特に減免措置ということについてお手伝いだというふうに、感じております。で、減免措置についてはやはり市民がスポーツにより親しめるようにとか、あるいは幼少期から親しめるようにというようなところを勘案して、今後も検討は進めていきたいというふうに思います。はい、柴田正幸議員。先ほど野本議員の時にもちょっと出てきた計画なんですけれども、辰野市公共建築物再編実施計画にこの体育館とかスポーツセンターも含まれています。体育館やスポーツセンターは集約または複合移転というふうになっていますが、そういったタイミングで例えば複合一緒にしたりとか移転したりとか、そういったタイミングで一度きっちりと利用目的や性質規模に関してしっかり精査した上で同一類似施設なんかは一般利用者の負担が格差があまり生まれないようにする方が望ましいのではないかと思ってちょっと質問させていただいたんですけれども、今後そういった考えとかありますでしょうか。教育事業部長。はい、すみません、ちょっと出しゃばった最初の答弁やったと思うんですけど、まず規模とか施設の違いがございますので、その辺をまずしっくりと 見定めながら、ほんまにその違いがある中で統一が必要なのかどうかっていうところをまず検討していきたいなと思っております。で、まだ先ほど言いましたけど、利用者は一緒なので目的一緒なので、その辺も含めて検討していきたいなと思っています。はい、柴田正幸議員。
そうですね、ありがたい答弁いただきました。また利用者の皆さんとか、そういった方とこういう移転とか、集約複合とかのタイミングでいいと思うので、また利用者の意見とかも聞いていただいて、しっかりと反映させていただければと思います。次の質問に移らさせていただきます。辰野市の畜産業についてなんですけれども、今年度11月13日に辰野市市内において高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。発生予防およびまん延防止の取り組みに対する取り組みなんですけれども、まず発生予防の取り組みとして、例えば岩手県石巻市などでは辰野市で発生した翌日には鳥インフルエンザの侵入防止策の徹底が呼びかけられたりしておりましたが、辰野市としましては、どのくらい離れた地域に発生したときに、そのような呼びかけ、注意喚起などが行われているのでしょうか。はい、産業部長。おっしゃる、質問には、国内で発生した時点で、県の家畜保健衛生所からそのたびに、注意喚起メールが市および家計所有者に連絡が入ることになっております。柴田正幸議員。その課金業者に対して、いろんな協会とかそういうところから連絡は行くと思うんですけれども、市としては改めてその事業者に対して行うといったことはされてないんでしょうか。産業部長。市としましては、近隣県で発生した場合に市から直接課金業者に注意勧告、情報共有と行いまして、ともに必要に応じて消石灰の配布等をしております。柴田正幸議員。そうですね、まず近隣に発生したときというのがありました。先ほど近隣で発生したときに改めて市としては事業者に連絡をするということになっていたんですけど、あとできればその国内1例目が出たときも注意喚起としてやるのは効果的ではないかと思うんですが、そのあたりどうお考えでしょうか。産業部長。今現在 のルールでは、国内で発生した場合に、県から、直接、課金業者に注意メールが入るということですので、その、入った時点で、業者とも連携を取らせていただいて、消石灰が必要なところについてはご希望に沿って配布しているところです。柴田正幸議員。先ほどから取り組みに対する支援として消石灰を配布するということを行っていると答弁でされてましたけれども、それ以外でも各事業者が例えば行っている取り組みがあるとすれば、支援する考えとかはあるんでしょうか。産業部長。近隣県とか国内で発生した場合に、その時点で課金使用者の方がどのようなご要望があるかのはちょっと把握しておりませんが、今現在は消石灰の配布等でとどまっておる状態です。柴田正幸議員。例えばその鳥が鶏舎に入ってくることを防ぐ防鳥ネットであったりとか、あとそうですね、周りにため池があると野鳥が入ってきます。それに対しての取り組みであったりとか、あと例えばどっかに穴が鶏舎に穴が開いていたら野ネズミなどが入ってきて、それが媒介として起こることもあるということで、ネズミ捕りの掃除であったりとか、そういったことに関する支援とか、そういうことも考えたりはしていらっしゃいますか。産業部長。発生予防の対策としまして、県の方で、課金所有者 の貿易の意識を高めるために100杯以上、所有している課金業者については現地の視察をしておりまして、そこで、ネットに穴が開いて鳥が入ってくるとか、そういった
ことにつきましては指導が入るようになっております。またその、そういった場合 の補助金等は現在市としては考えておりません。柴田正幸議員、12月7日に開催されました農林水産省鳥インフルエンザ豚熱アフリカ豚熱合同防疫対策本部において大臣のメッセージが発表されたんですけれども、その中の一文で発生予防のための取り組みを例年以上に強化する必要がありますとあるんですけれども、それに対して、市として衛生管理などの徹底などを再度呼びかけたりする考えはありますか。産業部長。今回市において初めて発生したということで、先ほどの説明通り、100羽以上の家禽業者については県の方が、パトロールするということですが、どうしても県内多数の養鶏場がございますので、市の方もそれについては率先して100羽以上の家禽業者、市内の家禽業者についてはパトロール指導したいなと思っております。柴田正幸議員。畜産業界は新規で立ち上げるにはなかなか開店資金、開業経営者を立てたりですとかの資金であったりとか、あと糞の問題ですね、ああいったことで環境負荷の問題でなかなか新規で立ち上げるにはハードルの高い一次産業となっているんです。その中でやっぱり今現時点継続してやっていていただいている事業者、ここの事業者が潰れてしまうと地域として畜産業が多分消滅してしまう可能性もあると思うんですよね。そういった中で今回発生農場への事業再建に対する支援体制とか今後重要であると思うんですが、どのような取り組みがなされていますか。産業部長。この度、発生いたしました課金業者につきましては、すで、に12月1日に、発生の、養鶏場関係者と、あと県の、家畜保健所、また高等農林の、事務所、あと市と入りまして、経営再開のための、協議をいたしました。内容につきましては今回の殺処分のに対する必要経費の手当、また経営再開資金の融資、それから、保険の、申請手続き等、経営再建の支援を行うために、協議しております。今後も協議して、早い経営再開に向けて努力したいと思っております。はい、柴田正幸議員。ぜひ事業者と協力して支援していただきたいと思います。今回僕も初めてその市内で発生して勉強して初めて知ったんですけれども、一度鳥インフルエンザが発生すると経営再開まで非常に長い時間がかかるそうなんですね。まず僕の最初のイメージでは殺処分して消毒したらもうそのまま次経営再開してひな鳥を入れて卵を産むまで育てるとかって思ってたんですけども、例えば今回ですと11月13日に発生して、経営者の使用許可が下りるのが最短で4月中頃ぐらいまで使用できないんですよね。でその後使用許可が出た後にひな鳥を入れて、市場で流通しているような L 寸であったりとか M 寸である卵、これが取れるようになるまでに大体210日から220日かかると伺いました。大体1年近くか事業再開までかかると聞いて非常に道のりが長いなと思いました。で今回発生してしまったんですけれども、今後事業者が事業再開までに市として何かできることとか考えていることとかありますでしょうか。産業部長。特段に市特有の支援はございませんが、先ほど議員がおっしゃった通り、出荷までの期日を
できるだけ早急にできるようにということで、市の方では、2月中旬までに施設の修繕を行いまして、2月の後半に、立ち入り検査、それから、モニター、使用といいたしまして、2月の後半から90羽を、約1ヶ月近く、飼育を開始いたします。それで問題がなければ、7月から、鶏卵の出荷を予定しているというような状況ですので、引き続き支援していきたいと思います。柴田正幸議員。これからも、起こってほしくはないんですけれども、また全国的にもごっつい広まってますし、また起こる可能性もあるので、しっかりと啓発活動とかしていただいて、今回、不幸にも発生してしまった事業者も、経営再開の意思があるのであれば、しっかりと心折れないように、市としても寄り添っていただきたいと思います。以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。